さあそれじゃあね、なんだかんだでハンクが強いんで、ハンク使ってキャッスル始め。マップを知りたいよね。まあもうここには戻ってこない。なるほど、これギミックで上に上がるんだ。はい、まだ今度繋がる。赤いの泳ぐな。こっちか。で、赤いのどこ？あ、おった。すっきり。50体で強敵出現。勘弁して、ガラドール来てる。
しい。まだおる。は？そこか。あいつ何してるの？コソコソコソってドローだけどダメージ。がいっぱいある。ガラドール邪魔なんで、ね、早めに。これはもう3個組み合わせるか。いや体力大したことないから。もう1回あるよね。はい。何食らってんのか分かんないんだよね。あそこの上のやつどうやったら倒せるんだろう。それが分からんね。
歩も動けない、一歩も動けない、勘弁して。ここまで来るとコンボはどうしようもないんです。コンボよりもクリアを目指すマジでさ、あのこの狙撃、狙撃がどこから狙われてるのか分かんないの辛い。さあ、オール S 以上、ね、達成でハンドキャノンが買えるようになりました。でもね、ちょっとここはクリアしたい ね、 ね、ぶっちゃけ S は結構簡単なんで。はじめ、正直狙撃がだいぶ理不尽なので、その狙撃の位置を把握しないと回復コンボ全てにおいて大変なことになる。敵が増える前に何、ね、で食らうんだろうね。撃ってからだいぶ移動してんのね。すげえ移動してんのにさ、びっくりするぐらいこっちに行くんだよ。次ダラロールする前にこの上の壊し方を知りたいんだけど、どっから壊せる。あ、来た、ここか。もう今回復がない。
たの。今度こそ終わったか。このサブマシンガンが強いから、この強化になられてもそんなに困らんっていう。おバカが見てる。次で出たのはガラドール。これはを使って、リロードが超かかるんだ。うわー、つらっ。振ったら余裕があるうちに、ニワトリいる。ガラドロに囲まれた。やった。死んでる死んでる。
セットされました。時間に余裕はあるし、この状態でキャンセルして、ヤバいのが来た時倒せるように。ただのザコスラ移動速度がやばい。時間はある、時間はここよしそうね、やっぱこれを決めたいと思う。一応ね、フルコンはできてないけど全部最後まで行ったんで、よし、まあこれで S プラスだ。いやー、ということでオール S プラスプラスはいけないけど、オール S プラスはいけた。まあこれフルコンだからね、しょうがないで。さあ、じゃあちょっとフルコンいったランキングをチェックしてみよう。6337位。いや、1位は176万。当然のようにマックスコンボ、すごいね。レオン、そんな中レオンが所々に見える。1位、まあちょっとルイスは遅めだね。うん、フルコンするにはね、ハンクが楽なんだけど、早く倒すって意味ではハンクの処刑は結構時間がかかるんでね。それに比べてクラウザーの必殺は一気に貫通できるし、時間っていう意味ではクラウザーがだいぶ強そうな感じだね。はい、ということでね、まああとは適当に遊ぼうかと思います。じゃあボーナス、せっかくなので、ハンドキャノン購入で一発ぶっ放してから、タイプライターで入手可能。それではね、ちょっと遊びでハンドキャノン君を出しましょう。あと少しだ。足。ああ。無限でリロードするとそうなるんだ。へえ、知らなかったよ。無限の時にリロードするとこうなるんだ。もしかしてロケランも？そんなものはない。
反動強えし、なかなか使いにくい。爆風込みでロケランの方が当てやすいし、照準なかなか縮まんねえし、使いにくい、普通に使いにくい。3発といったところだ、100ぐらいか。ロケランの方がついリロードしちゃうんだけど。通常の戦闘の時の癖でついリロードしちゃうんだけど。ロケランの方が楽だね。判定ガバでもいいし。これでもうアシュリーも鎧切るからさ。それ考えると、ロケランの方が使いやすいですね。でも頑張る、レオン頑張る、ハンドキャノンで。ほら全然ちょっと変えるだけでこんなに広がる。いい加減にしてくれ。うわー、あの子は行って、もう回復ないよ。あかん、これじゃレオンが死ぬ。感動するほど強いイメージだったんだけど、そこまででもない。反動ごっついし、照準合わせにくいし。ついリロードしちゃう。敵いなくなったタイミングでリロード、ついやっちゃう。食べられた。首が見せられないよになっちゃった。はい、ということでハンドキャノンくん、うん、そこまで感動的に強くなかったですね。無限ロケットランチャーとね、じゃあ最後のねシカゴタイプライターに期待しましょう。じゃあ今回はマーセのおまけだったんでね。さあ、じゃあ次の本編でお楽しみに。